今日は自分で試した健康情報の更新です。あれからというか、ここの首筋を良くしたら、この自律神経失調症の症状がすごい和らいだって話したと思うんですけど、あれから続けてやっぱりいい感じです。この本当に肩って、前の動画でも言ってるけど、首だけじゃなくて首と肩とか、あと胸の筋肉とか、いろいろこの首の繊維とか筋肉がこうつながってたりするから、肩とか胸とかまで、なんなら腕先、だから指先から取れ、なんかこうなんか体操というか筋肉ほぐしていくとか、なんならもう足先からやっていくみたいな、全身をこう、なんていうのか、筋肉の状態を硬直を解いていくみたいなのもあるから、もう一概には言えないけど、やっぱり自分の中では上半身ね、いわゆるこの首、肩、胸の筋肉まで、なんだっけ、なんかガタ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 ってやつ、マッサージ機のやつもやったと思うんだけど、あれを当ててるとすごい良くなるっていうのと、あと、そのマッサージ機当ててよくわかるのが、この筋肉、特に胸の筋肉ね、胸の筋肉の通りこの辺めちゃくちゃ痛いというか、筋肉痛、常にこう筋肉痛してるみたいな感じなんですよね。このマッサージやることで気がついたんだけど、ここ結構固まってて、だから胸の筋肉がすごい硬直してる、緊張してんのか固まってて、この巻き肩もそうだけど、この肩引っ張ってるとか、この首筋、肩にすごい力入れられて、肩こり、首こりにすごいなんかこう力かかってるなって感じがするので、そういうのも含めてこの辺胸の筋肉を和らぐことで、この首とか肩を結構よくできるかなって思います。で、それプラスね、やっぱこう筋トレとかもしとかないと、やっぱこう筋肉ってやっぱ衰えるし、なおかつやっぱ使わない筋肉ってどんどん衰えて硬くなっていくみたいだから、やっぱ意識的にこう動かしたりとかして、この骨盤剥がしじゃない、こっちだ。肩のこの裏のここの肩甲骨剥がすとか、そういうのも含めてなんかやってるとだいぶ楽になったかなって思います。で、またね、いろいろ調べてって分かったんだけど、実は自分ってね、実はとかじゃないんだけど、別に実は、なんで実はって言ったのかわかんないんだけど、いろいろ調べてると、なんか女性っぽいなんか症状が多いみたい。例えば貧血とか、貧血、なんで貧血が起こるかっていう、例えば女性って生理が起こるから血液が流れやすい分、この血流的な障害が起こりやすいみたいで、貧血とかが症状多いらしいんだけど、多分自分もそうじゃないかなって思ってて、どっちかっていうと自分、体型とかもそう、体型もそうなのかな、もちろん、でも脂肪が多いわけじゃないから、なんとも言えんけど、あくまでこの健康的なものをいろいろ調べていくと、いわゆる自分に起こってる症状っていうのが、ちょっと女性的な病気のことが多い気がするんですよね。別に自分男だけどね。その辺も置いといて、ただ男の、男にはあんまり出ないって言われてる病気とかが、いや、なんかそれ自分に当てはまらない気がすんな、みたいな感じでね。特に貧血とかそうじゃないですかね。立ちくらみとかもそうなんだけど。だからそういうのもあって、じゃあなんか鉄分不足とかなのかなっていう、その血、なんていうの、大体鉄分不足とかになりやすい。貧血とかが多い人って、鉄分不足、主に女性が多いらしいんだけど、だけど、実は自分、あくまでサプリだけど、鉄って持ってて、なんなら飲んでたんですよね。例えば自分うつ病なのかなと思って、いわゆるひどく考えてね、パニック障害かもしんないとか、なんならうつ病かもしんないって思ってて、だそれもあっていろいろ対策してたんですよ。あくまで、これは想定だけど、でも万が一に備えて、うつ病かもしれないってことを想定して、いろいろと治療法も試してるんだけど、いわゆるだ筋肉だ、なんで、うつ病にはプロテインとか、鉄分とか、そういうのやった方がいいみたいなのもあの調べて出てきたから、それ試したんだけど、結局プロテイン全然効果ないし、なんならプロテイン良くないんじゃないかっていうのがあるからやめたんですよね。で、それからでも鉄分は取り続けたんだけど、あんまり効果の改善が見られなくて、だから鉄分不足ではないんじゃないかと思って、結局鉄分をやめてたんですけど、新たに得た情報で、鉄ってのはこの鉄分だけじゃあんまり吸収効率が悪いそうで、鉄プラスビタミン C くっつけて飲むと効率がいいっていうのを見たんですよね。で、実はそれ試したんですよ。鉄確かに飲んでたけど、効果ないなと思ってやめてて、で、当然良くはなってますよ。自律神経失調症だと思って、この首こり肩こりマッサージしてからだいぶ良くはなったけど、やっぱり 100% ではないんですよね。ただもうちょうど6月の後半から倒れて入院して、7月の頭に退院したから、もうそろそろ1年になるんだけど、確かに良くはなってますと。だけど 100% 感じではない。やっぱりなんか調子こいたら、例えば全力で走ったりとか、重たいものを持って例えば歩くとかしたら、絶対同じように貧血みたいになって倒れちゃう、まるで頭にも意識を保つことが難しくなって倒れちゃうみたいなことに起こり得るっていう感覚はあるから、 100% ではないんですよ。だから何かしら体に負荷がかかることをしたら同じように倒れるだろうなっていう感覚は常にあるから、
だやっぱりまだまだ安心できる状態じゃないんですよね。まあ、日常生活はこうしてできるけど無理はできないっていうのは結局まあ治ってないんですよね。自信持てない、もう自信が絶対持てないぐらいの状態になってるから治らないんだけど、でそこであの鉄分不足じゃないかっていうね。だから結局あの自分の症状ってまあもちろん緊張とかによる、だ自律神経失調症だから何かしら例えば緊張が起こる、緊張って言ってもそのなん か加減がないっていうんですかね。例えばこの家から出てここに来るまで倒れちゃったらどうしようとか、これお客様が予約入ってるのにもし何かあって対応できなかったらどうしようみたいな、真面目なんですよね。別にそうなってもしょうがないから、もうそうなったんだからもう仕事できないから休んじゃえばいいじゃんみたいな感じで考えられればいいけど、そう考えられないから、例えばじゃあそれで仕事飛ばしたらどうしよう、予約飛ばしちゃったらどうしようって考えちゃうと、やっぱそれがなんか例えばジェットコースター乗るみたいっていうか、まあなんかしら怖い思いする。例えばバンジージャンプとかやったことないけど、バンジージャンプとか飛ぼうとした時にもうビビってハー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 って多分なると思うんだけど、それに近いんですよね。だからそういうのもパニック障害とかに似てるんだけど、まず別にすごい大げさにハーハーハーはしないけど、何も行動してないのになんか疲れるっていうか、この息苦しくなるっていうんですかね。やっぱそういうのが起こっちゃうんですよね。だからそこら辺はなんか精神的なところから来てるもんなのかなっていうのと、あとたかだかこんなことでっていうか、今までやってきて何もなかったことなのに、こういうたった仕事に行くだけとか、なんかしら予約が入ってるからとかっていう、たったそれだけのことで、なんか変な緊張が走っちゃって、それが理由でなんていうの、こう、体に不調というか、変な反応が起こっちゃうっていうのが、あまりにも過敏になっちゃってるから、それもそれで気持ち悪いと。で、なおかつそれで、結局それがどんどんひどくなってくると、なんか意識的にもうめまいというか、なんていう、だからこの脳が疲労するってイメージっすよね。頭痛とも言わずに、なんか単純に脳に対するエネルギーがもうどんどんなくなってきて、もう脳が動かせられませんって感じになってきて、意識不明になるって感じのニュアンスなんですよ。ちょっとこれ伝わりづらいんだけどね。だ感じだから、どっちかっていうとそれってなんか、あくまで具体的にこの自律神経失調症っていうことを度外視したら、貧血じゃねって思ったんですよね。まあ、あとは血流障害って、まあ、それも前の動画から言ってるけど、血流障害とかが原因じゃないと、首くり肩くりも結局繋がってくるから、足は鍛えてるから、やっぱその、いわゆる足が弱くて、その、なんだろう、この返すね、足からこう筋肉で返して、血液の流れを返してくるっていうのが、衰えてはないから、まあ、衰えてないと思うんだ。毎日この筋トレしてるから、足だけ、下半身だけはね、筋トレしてるから、おそらくこっちの肉体的なところはある程度良くなってるはずだから、1年前と比べたら全然。だからそれも含めて、血流障害はそろそろクリアできたかなと思って、この、なんていうの、ほぐしたりとかしてるから、首こり、肩こりとかね。それでも、やっぱり何かしらその、この頭に血が上んないという頭のエネルギーがなくなる感っていうのは、貧血じゃないかなと思って、ちょっとその辺疑ってたんですよね。で、そういうのいろいろ調べてたら、単純な貧血、鉄分不足じゃねって思って、ちょっとなくなっちゃったけど、鉄分とビタミン C を、まあ、これも結局サプリになっちゃうんだけど、このビタミン C と鉄分を一緒にこうやって飲むようになってから、今でたった4日か5ぐらいかな、なんだけど、明らか違くて、あ、やっぱこれ組み合わせなんだなと思って、だそれもあって結局あの朝と晩だ、うち食事は2回、1日2回食ってんだ、朝と夜しか食ってないんだけど、あの、やっぱり食べ方なんだなって思いました。だ例えばあの、なんだっけね、あの、最近も本ようやくチャンネルとかでやった本のやつ見たんだけど、いわゆる、なんかあの、なんて言ったっけ、いわゆる栄養バランスが偏りすぎるっていうんですかね。例えばですけど、あの、1個とか2個、なんか本、まあ、食って結構バランスよく食べることが重要なんだけど、まあ、日本人がそもそもそれ足りてないってことはもう昔から言われてますけど、例えば極端に過剰すぎる、少なすぎるっていうのが、この現れすぎちゃうと逆にそれも良くないっていうのがあって、例えばですけど、うち、例えば鉄分とかも、鉄分って例えばレバーとか、まあ、例えばなんかそういう風にあるじゃないですか、鉄分多く含む食べ物とかってあると、確かに鉄分って言ったらあんま食うもんない、食ってないかな、鉄分が多い食べ物って言われると、確かに食ってないなって感じはするんですよね。だからそういうのもあって、まあ、確かに鉄が足りてないこともあるのかなと思って、こうやって効果が出たってことは。で、最近ね、煮干し食うようになったんですよね。たまたまあの、自分、ライフって、何でしたっけ、配達してくれる？うちもうスーパー行ってないと自律神経失調症で怖いから、もう買い物行ってないんですよね。だから買い物行ってる時もなんかその不調というか、とにかくなんか倒れそうな感じがすごいするから、もうスーパー行くのも怖くて、だからスーパーすら行ってないんですよ。だからもうネットで買って、届けてもらうってことでもうずっとやってんね。もう1年間ずっとそんな感じなんだけど、だけどね、最近煮干し買ったんですよね。これもたまたま、ほんとたまたまなんですよ。いわゆる小魚ね。
煮干し食ったら、うまいなって思って、なんかこれ、自分、その、うまいなって思ったのもそうなんだけど、だから最近そうなんですよ、この、鉄分とビタミン C くっつけてちゃんと飲むようになったってことと、煮干し食うようになったんですよね。だからもしかしたら煮干しも関係あるかもしんなくて、で、ちょっとこれ、根拠はないし、なんか別に多分信じない方がいいと思うんだけど、自分がうまいなって思ったものは多分体に必要なんですよね。あくまでこれ本当に根拠ないっすよ。根拠はないんだけど、多分、あ、うまい、もっと食べたいって思ったんだったら、多分これ体が欲してるから、あ、これ絶対効果あるんじゃないかなって思います。だから食べ物食ってて、うまいと思ったものを、結構なんか今この体のなんていうの反応を信じて、食べてみた方がいいんじゃないかなって、そんな気になりました。これは根拠ありませんけど、うまいものは体が必要なって、体が求めてるんじゃないかなって思います。人工甘味料とかそんなの以外ではね。いわゆる化学物質はさすがに良くないんだけど、自然な食べ物だったら、うまかったら、それは体が求めてる正直なサインなんじゃないかなと思います。で、さらにもう一つなんで、これ、ここまで言っといて、また、今までと全く逆の、まあ別にこっちもなんか叩かれても全然いいんだけど、実は最近、またコーラ飲み始めちゃってるんですよ。ちょうどこれ見せたかったんだけど、このコーラ、今日も飲んだんだけど、コーラ飲み始めたんですよね。で、これ何が言いたいかっていうと、いわゆる糖質不足じゃありませんかって話もあるので、最近も実は食生活ちょっと変わってて、一回玄米やめてるんですよね。なんで玄米やめたかって、別にこんな健康チャンネル見てるからわかると思うんだけど、皆さん玄米のメリットだけを見すぎというか、実は玄米ってデメリットもあるんですよ。例えば、玄米って水につけて、16時間とか18時間とかでしたっけ？そんぐらい水につけて、芽を出さないと、いわゆる毒？玄米自体がその、自分たちを守るためのなんか毒を持ってるから、水につけて発芽させることでその毒性を消すっていう働きを起こさせないと、玄米自体がいわゆる体に負荷がかかるっていうか、いわゆる玄米で毒を持ってるって、まぁ、ちょっとざっくりちゃんと調べてほしいんだけど、そういう風な、だから水につけとかないといけないんですよね。発芽させないと、良くないよっていうのが玄米だし、あと玄米って消化しづらいんですよ、体にとってね。だから例えば内臓が弱ってる人とか、そういう風になんか体に不調を持ってる人は逆に玄米の消化効率が悪くなっちゃって体に不調が起こるっていう原因にもなるから、あくまで本当に体になんともない健康な人が玄米食うにはいいんだけど、何かしら体に不調がある人に玄米与えると、ちょっとそれが玄米のせいでちょっと体にまた負荷がかかっちゃうってことで、良くないって言うと、あと、例えば ちゃんと加工してないから、精製してない分、やっぱりこの残留農薬が多いとか、やっぱそういうふうにメリットもデメリットもあるんですよね。だから本当に有機とか、ちゃんとしたいい玄米使わないと農薬まみれとか、やっぱそんなのもあるわけで、で、当然それに関する、なんか作ってるところを見てないわけでしょ？見てないから有機農薬、無農薬っつったって、本当にそうなのかわかんないとか、なんならちゃんと精製してた白米がいいんじゃないのみたいな、そういう話もあるんですよね。で、まあ何が言いたいかっていうと、実は最近玄米ちょっと止めてみて、あるんだけどね、白米食べてみてるんですよ、ずっとね。そしたら、まあそれもあるのか、だからこれコーラも言ったけど、単純に米って糖質の塊じゃないですか。で、それで、その糖質ってのがちょっと気になるのが、自分って例えば今まで糖質ってほぼほぼゼロだったんですよ。なんでかというと、まあ皆さん知ってると思うけど、糖質は良くないと、白い炭水化物とか、いわゆるなんかそういうのある、わかるでしょ。いわゆる糖質ってのは体に良くないんですよ。だけどそれある程度必要なんですよね。だからブドウ糖とかも脳には必要ですから。だからいわゆる自分頭があれとこれでいたじゃないですか、このなんか脳のエネルギーがなくなる感じっていうのが、だからその血流障害の他に単純に糖質不足なのかなって思ってて、でそれがね、まあコーラを結局それを飲み始めて、浅はかなんだけどね、なんでコーラなのって他であるでしょってあるんだけど、まあ手っ取り早くはどっかのカロリーも高いからね、だからカロリー不足かもしれなかったりもするから、エネルギー不足っていう意味で、でコーラ飲んだらね、これあくまでこれは気のせいかわかんないけど、コーラの、うちコーラはちなみにここでしか飲んでません。家でご飯食べてここに来るから、で、来た時にこれコーラ飲んで営業を始めるんだけど、だいぶ食後になるんですよね。甘いもの取るんだったらなるべく食後にしないと血糖値が上がりすぎて良くないから、食後に飲むと血糖値の、まあ、これもあんま良くないんだけど、砂糖多いから。なるべく緩やかになるんですよね、食後だったら。だからそれもあって、この飲むタイミングは今だけにしてて、家に帰っても飲まないんだけど、コーラとかは。で、コーラ飲んだら、ちょっとね、なんか元気になる感じやっぱするんですよね。例えばコーヒーとか飲んだら、
逆になんかあの手が痺れるっていうか、なんか震えるみたいな感じが強くなるっていうか、カフェイン中毒なのか、もしくはあの、まあ、見てる人わかると思うけど、コーヒーってより原材料がとにかくひどいので、これちょっと言葉に出したらなんかバンされたりもするから言えないけど、コーヒーの無添加とか無農薬っつったって、そもそもコーヒー自体に、まあ、特にここに来るコーヒーってあまりにもずさんだから、それが理由で、それが体に反応起こってんのかと、すごいおしっこも臭いし、なおかつ、いきなりトイレに行きたくなるから、あの、コーヒーの利尿作用って、あれ、これ、あれで体の解毒作用っていうか、なるべく早く排出しないとやばいもんが入ってるからじゃないのって思うんですよね。だからそれもあって、コーヒー飲んだら逆にかなり調子悪くて、なんなら自分コーヒー飲んだらなんか、その自律神経失調症のひどさが悪化するんですよね。だからコーヒーも多分良くないんじゃなく、コーヒーで体にいいとは言われてるけど、それあくまで本当に質のいいコーヒーであって、いわゆる普通に売ってるコーヒーでは絶対やめた方がいいよって、自分はそう言い切れるかなって、自分で飲んでたからわかるけど、コーヒーやめてからその反応が出なくなったし、まあ結局コーラも良くないんだけど、結局この加糖ブドウ糖液糖っていうのが良くなくて、この加糖ブドウ糖液糖っていうのが結局原材料っていうのがあんまりよろしい。何からできてるかっていうと、まあそういう、まあこれも言葉言えないんだけど、遺伝子をいじくられたものをその元に生成してるから良くないんですよね。結局これも良くないんだけど、まああくまで糖質って意味でね。だからあとはこれにいろんな香料とか、なんかこの酸化防止剤とかいっぱい入ってるんだけど、酸味料とかもそうなんだけど、いろいろ入ってるこれも良くないんだけどね。良くないのは分かってんだけど、ただやっぱコーラ飲んだ方が、なんかむしろ元気になる。だから糖質をちゃんと取ることによって元気になった気がするから、あくまで気のせいかもしんないけど、やっぱり今までの食生活考えたら、断糖っていうかもう糖質取らなすぎっていうのもあるのかなと思って、白米とかも食うようにしたら、あれ結構なんか違うかなって、あと白米が消化しやすいとか、体に深く噛んないから、現段階の自分の体には、玄米よりかも白米の方がいいのかもしんないなっていろいろ試して分かりました。ただやっぱり大きいのは、煮干し食ったり、そのさっき言った鉄分とビタミン C、一緒に取ってから、明らかなんか違うなって気がするので、例えば、今のタイミングで、家から、不要な荷物とかをここに持ってきて処分したりとかしてるんだけど、重たかったりしたら、ギターとかベースとかもそうなんだけど、家から重たいのを持ってきた時に、めちゃくちゃ辛いんですよ、体がね。だここに来るまで、本当に大丈夫かなぐらい、この重たいものを背負ってると、やばい倒れるかもしれないみたいな感じになったんですよね、やっぱりね。だから体に負荷がかかっちゃうと、あまりにも体力が少ないから、あ、やばい、もうやばい倒れるかもみたいな感じになったんですよ。だけど、それが、この鉄分とビタミン C 飲むことによって、調子良くなってきて、それを、その状態でまた、まあ、たくさんある、家に まだまだ全然あるんだけど、運ぶようになったら、あれ、あの時の症状なくなったのか、体が慣れたのか、これで、例えば精神的にも、一回やって大丈夫って分かったから、慣れたのかは知らんけど、だけど、そのおかげで、また、あれ、なんか、その、倒れそうな感じがなく、出なかったな、今回出なかったな、みたいな感じで分かったから、あ、やっぱ体調良くなってんのかなって感じはしました。だからちょっと試してみてください。単純に鉄分不足かもしんないし、でも鉄分だけを取っただけじゃ無駄だから、ちゃんとその鉄分が吸収しやすくなるためにはビタミン C が必要とかね、なのが分かったから、あくまで鉄分だけ取ってても意味はないんじゃないかなって思います。で、本当にこれで最後なんだけど、例えば、重曹クエン酸水は全然否定しませんよ。なんなら自分勧めますよ。重曹クエン酸水飲んだ方がいいと思うんですけど、例えば解毒ね、解毒、例えば、重曹クエン酸水とか、あと松葉茶とか、例えば、毒ダミとか、自分そんなの、粉末で飲んでんだけど、松葉茶、毒ダミとか、杉菜とか、あと、クミスクチンとかもそんなの飲んでんだけど、もしかしたらよ、いわゆる、重金属を排出する力ってのが強すぎるかもしれないけど、こういうのを飲んでるから、重金属とかの金属的なもの、いわ体に悪い物質っていうんですかね、の排出する能力が高いせいで、あくまでこれ自分の、なんていうの、考え方だし、根拠ないんだけど、例えば鉄分とか、マグネシウムとか、それ系のちょっと金属的な成分、一応体に必要なんだけど、それ系もね、結構流れちゃってんじゃないかなと思ってて、だから尿で排出されるとか、便で排出されるとか、もしかしたらそれもあるかもしんなくて、逆にそれはいいことなんだけど、いわゆるその体に必要な鉄分とか、金属成分、マグネシウムとかが、結構落ちちゃうっていうか流れちゃう可能性もあるから、だからこの不足してんのかなって思ってて、だちょっとあくまでこれはわかんないよ、根拠もないし、あくまで考え方だけど、
だからの重曹クエン酸水飲むのはすごくいいことなんですけど、飲みすぎも良くないんじゃないって感じはします。まあもちろんあれも1日2回しか飲んで、朝と夜しか飲んでないから結局2食なんだけど、でもそれと食事のタイミングが重なるから一緒になる。食べた後に重曹クエン酸水飲んでんだけど、食後に飲むんだけど、食後に飲むからこそこの吸収しようと思った時に重曹クエン酸水が流れてくるから、そういう金属成分も流れちゃうんじゃねえみたいな感じあって、飲むタイミングを変えるか、飲みすぎないようにする、もしくは体に不調がない時は重曹クエン酸水飲まなくてもいいんじゃないみたいな感じで思うかなって気もします。だからの良すぎるんでしょうねきっとね。まああくまでこれは自分の想像だけど、重曹クエン酸水って良すぎるから、だからそれを飲みすぎ、毎日飲んで予防するみたいな感じも必要だけど、大事な成分も流れ落としちゃうんじゃないかなって気もするので、なんか 2,3 日に1回とかそれぐらい自分の場合は減らしてもいいのかなって考えるようになりました。ただうまいからね、うまいから飲んじゃうんだけど、あの別にそんなに毎日飲むほどでもないのかなって気もしてきました。だからあくまで参考にしてみてください。意外と何でも結局バランスなんで、いい体にいいものって言ったって、それが良すぎる場合、なんていうの結局なんかバランスよく取れればいいけど、極端にこういいっていうところで振ってて、なんていうのかな、多分そういう成分なんでしょうね重曹クエン酸水って。だからそれが結構体に負荷っていう、逆な負荷がかかってるみたいな、必要な栄養素も落としちゃうみたいな、必要な栄養素も排出しちゃうぐらいこの解毒能力が高くなっちゃってるっていうのもまた問題かもしんないんで、もしかしたらこういうの試してみてください。今度こうやって毎日取ってることをなんかやめてみる、やめる日を作るってことをしてみたら、逆にその効果がわかるんじゃないかなっていう。だから飲まなくなっても変わらないんだったら、じゃあこれ効果ないんじゃないとか、飲まなくなってから逆に不調になったら、あ、これ毎日取った方がいいなとかってわかるじゃないですか。だからそんな風にじゃ試した方がいいんじゃないかなと思います。だからあくまで今自分がやってることはこの鉄分不足なんじゃないかってことと糖質不足なんじゃないかっていうのを試してるんで、ただどっちも効果はありそうだから、やっぱその辺も含めて自分の体で試さんとわからんなって思うのと、あと100点目指すの無理だから、そういうのもあってね。だからそういうのもあって、もう多少例えばコーラがそうなんだけど、もうコーラ以外はちゃんとしてるからコーラ以外はちゃんとしてるから、まあ総裁って言ってはないけど、例えばコーラも飲んでます、あの外食してますとかはダメなんだけど、ちゃんと自炊で変なもん食わない意識はしてるから、まあこれぐらいは80点ぐらいでいいんじゃないみたいな感じでね。だからコーラでマイナス20点ぐらいになってるけど、まあ他が80点だからいいんじゃないかなみたいな感じでやってます。とりあえずその辺も自分でやんないと分かんないから、で体が良くなってきたらやめるっていうか、他のものに置き換えるとかすればいいから、ちょっとその辺も含めて試してるんで、ちょっとその辺もまた効果が出たりとか、もし悪化したりしたらまたこうやって伝えますんで、ぜひぜひこれからの動画、これからの自分の人体実験楽しみにしてください。じゃあご清聴ありがとうございました。